NHK は11日、自宅で危険ドラッグを所持したとして、アナウンサー、塚本健一容疑者、37、東京都文京区、が、医薬品医療機器法、旧薬事法、違反の、疑いで麻生労働省関東信越麻生局麻薬取締部に、逮捕されたと発表した。取締部によると、逮捕容疑は12日午前10時頃、東京都文京区の自宅マンションの、リビングで、指定薬物を含んだ液体数ミリリットルが、入ったガラス瓶2本を所持していたとしている。自分で使うために持っていた、と、容疑を認めているという。取締部は11日に、塚本容疑者の勤務先である NHK 放送センター、東京都渋谷区、の、アナウンス室も家宅捜索しており、入手ルートなどを調べている。NHK によると、塚本容疑者は2003年入局、京都、金沢、沖縄放送局を、経て、昨年2月にアナウンス室に、配属され、現在は夕方の、ニュース、渋5時、の、リポーターを務めていた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を、お願いします。スマホの方は、動画の下のチャンネル登録から、お願いします。動画の評価をしていただけるとありがたいです。